ステップ4、Two、ト p a s s setup。コネクションの確率についてお話ししましょう。じゃあ、ノードとノードはつながりたいなんですけれども、それがどうすればいいか、はそれが話すべきなことになっていると思いますが、まずはこれが簡単に見えるかもしれませんが、まずはリンクレベルで,でモ l でもつれを作るでしょう。う そしてそれが、ピュリフィケーションは必要かどうかを判断して、そしてエンタングルメントスワッピングもすることになります。そしてそれはも,もう終わりになっているんですよね。うーんまあ、こういう形になるんですが、まずはこっちにはエンタングルメントを作って、そして B と C のところにはあのエンタングルメントスワッピングを行ってできているんですよね。 ですが、これよりちょっと複雑になると思います。ますじゃあどうすればいいでしょういくつかの質問の答えも,もう決めなきゃいけないなんですが、まずは、イニシエーションは誰がこのコネクションを開始するでしょうそして、エンドとエンドのベルペアをいくつをあの作らな,なければならないのかそして、 必要なフィデリティはどのぐらいはあるんでしょうそれから、このルールセットが誰が生成するでしょうそして、ノード、先の例で ABCD があって、A と B と C と D、各ノードにはどうやってルールセットもらうのでしょうそして、もしノードは忙しいで、コネクションには参加できない場合にはどうすればいいんですか じゃあ、この質問一つずつ一つには答えをお話ししましょう。まずは、イニシエーション、それが開始することには誰がするでしょう。まあ、用語としては、イニシエーターでと呼びますが、まずは、古典のネットワークでは、大体のコネクションは、クライアントというノードのエンドノードの種類から始まるんですが、 例えば、それがラップトップとか、携帯とか、テレビとか,とかには。それが、クライアントからサーバーにはつながるんでしょう。そして、サーバー側には、まあ、どんなことにはするのか。まあ、例えば、電子メールとか、銀行のウェブサイト使うとか。あるいは、ストリーミングにしたいとか。そして、基本的に、クライアントが、 あなたのサービスを使っていいんですかとの質問をすることになるんでしょう。基本的に、リオのネットワークは同様になっているなんですが、クライアントは、クワントムサーバーにつながりたいとの,、まあ、その,あの設定は普通には行うことにはなると思いますが、例えば、つながって、 シークレットキーを作りましょう。秘密な鍵を,をと作成したいと思います。あるいは、blind quantum computation については,はやりたいと思います。それが、えっと、秘きな量子計算とかにはやりたいとかの,のメッセージを送ることになりますが。まあ、クライアントとクライアント、あるいはサーバーとサーバーの間にもコネクションはもあると思いますが。そして、これが、えっと、 用語としては、イニシエーターという用語を使いましょう。そのイニシエーターは、それとコネクションが,が、えっと、作り始まるノードになりますが、そして、レスポンダーがそれが,が、えっと、返事すること。で、レスポンダーは基本的にそれがサーバー側に,になりますが、そしてそれがと、クライアントがコネクションをイニシエーターして、サーバーに、えっと、側でやって、そのイニシエーターと、 コレクションの,の条件などを確立します。そしてそれができてから、えっと、データの転送とかにはそれが、あの、リオシのネットワークにはその方向はあんまりない,ないので、それがクライアントから、えっと、サーバーにデータを送るとか、サーバーからクライアントに送るとかにそれがまあ、 シメトリックになっているので、それがエンドとエンドのエンタングルメントができてから,からど、どっちでもに使えるので、古典のネットワークと違って、ソースとデス,デスティネーションは言わずに、イニシエーターとレスポンダーにはの用語を使いたいと思います。そして、ベルペ l いくつは必要か、それからフィデリティはどのくらい必要なのかは答えなきゃいけない。 で、それがアプリケーション次第になりますが、例えばテレポーテーション。で、そのテレポーテーションは、まあ、それがアプリケーションでという、読んでる人は多いなんですけれども、オシインターネットの分野。ですが、基本的にテレポーテーションはアプリケーションじゃなくて、それがネットワークの一つの機能でとしては、それがまあ、公典ネットワークの場合には、それがトランスポート層に近い概念だと思いますが、 そして、次の質問は、テレポート、データをテレポーテーションはできてから、どういうふうにそのデータを使うのか、何に使うのか、それがわかる上には、どのぐらいのフェデリティは必要なのかは決められるでしょう。そして、秘密の鍵を作っている場合なんですが、それが何ビットがあるのか、それが、えっと、ベルペアも,も,も決まりますし、フェデリティも決まるんでしょう。 そしてトモグラフィーの場合には、まあトモグラフィーは、えっと、それがネットワークの運営のため、運用のための機能なんですけれども、それもあのネットワークのレイヤーとしてはそれがアプリケーション層に,になっているので、それが、それもあの見るためにはそれがいくつのベルペアとそれ必要なフィデリティは決まります。そして基本的にこの形になるんですが、 アプリケーションがイニシエーターには頂戴して、そしてそのコネクションの使用書、コネクションの要件、要求がレスポンダーに送って、そしてレスポンダーから返事をもらうことになります。そしてそのルールセットが誰が作るのか、そしてそれが各ノートにはどうやってルールセットをもらうのか、それも,もう決めなきゃいけないなんですが。 先に言ったとおりには、大体のコネクションが、が、クライアントからサーバーにつながることに多いでしょう。そして、うち、このデザインの場合には、レスポンダーが、そのルールセットを作成することになりますし、そして、そのレスポンダーがルール、ルールセットを作るためには、データは必要になりますよ。で、それが、各リンク、各ノードについての、えっと、 要素についての情報はあって、そしてルールセットは作れるんですね。そのルールセットが、えっ、ー、と、フィデリティ、必要なフィデリティとか、ピュリフィケーションを何回行わなければならないのか、などは決められます。さて、作ることにはなるんですが、イニシエーター、レスポンダ1、えっ、ー、と、 リピーター1、p スポンダーの,の,の経路が,が決まっていることになっているんですが、各納についてはこれがアドレスになっているんですね。1.1は,はとイニシエータエータのアドレス、1.2はリピーターのアドレス、1.3はリスポンダーのアドレス。そして時間は,はと上から下の,の方に進みますが、まずはイニシエーターは CSREC、CS は,は ConnectionRequest を送りますが、 レスポンダーのアドレスが,が分かっている。まあ、例えば、そのレスポンダーは,は何かの、えっと、サーバーのサービスがあるところには、そのアドレスも分かっているので。そして、アウトプット状態どんな。どんな状態を作りたいのか。例えば、ベル状態とか、あるいは、もっと複雑なリオシムツレを作りたいのか。など、もう、その情報も伝えなきゃいけないし。そして、フィデリティ。それから、 duration というのはそれがどのぐらいの長さ、それが何秒間、あるいはいくつの,のベルペアの情報を送るでしょう。そして、repeater1 が,がその後データをもらって、そしてデータを足すことにはなるんですが、それが1.1と1.2の間、この link の様子についてはそれが、それがデータを入れて、それから レスポンダーの方にはメッセージをフォーワーディングします。で、そうすると、レスポンダーがもらうことがあるんですが、そのあと、レスポンダーが1.2と1.3の間のリンクの情報、それがもう持っているので、そのデータを足すして、この各リンクについては、1秒あたりには何ベルペアを作ることにはできるとか。 そっちのフィデリティにはどのぐらいフィデリティになるのか。その情報を使って、えっと、ルールセットを作成します。そして、それが3つは必要になるんですが、それが1.1、1.2、1.3に配るルールセット。で、まずはそのルールセット、えっと、レスポンダーがえっと自分のルールセットを持つことになってるんですが、そして、もう一つは、えっと、 リ,えっと、リピーター1に送って、それから、えっと、イニシエーターの方に送ります。そうすると、これが2パスの、の、セットアッププロセスになるんですね。で、そのセットアップが、その、えっと、コネクションの確率になってるんですね。そして、これが、えっと、2パスセットアップと呼んで、それから、まあ、それがもう経路とかは決まってやるんですが、 もう一つの質問としては、ノードは忙しい場合には、それがもうあの、コネクションはできません。どの状態にどう,どうなっているでしょう。まずは基本的にそれが、えっと、ネットワークの多重化とかについてになるんですが、コネクションセットアップの場合には、資源を、レザーベーションをつけることになります。そのレザーベーションに予約を入れるんですねと私。私はあなたの資源を使いたい。どの,あの セットアップの通りにはそれが、えっとまあ、一つのメッセージなんですが、貸してちょうだいとかでは言います。そしてそれが設定しているうちにはそれがレゼベー,ーションをつけることになります。で、例えば、あの、イニシエーターが、えっと、r e p e a t e r 1の方にはメッセージを送ることになりますが、例えばこれが別のコネクションにはもう貼ってある、貼ってある場合にはそれがどうすればいいのか。 まあ基本的に今のところにはそのコネクションは失敗になるんですね。それがビジーのことになっているので、とりあえず、えっと、ニシエーターはそれが待って、もう一回やってみるか、別の経路を選択か。それが一番簡単な多重化の手法なんですが、これは基本的にこれが回路レベルで、えっと、 資源をあの配りますが、そうすると、その回路が、がそれ、えーと、サーケットセットアップみたいなことになっているので、えっ、ー、と、一つのコネクションしか使えないことになりますが。そして、それが、それだけじゃなくて、他の,あの多重化の,の手法はいろいろありますが、それを説明することは別のレッスンで行います。これは、えっ、ー、と、2 p パスセットアップでした。